こんばんは、ナバナーと言います。今日はよろしくお願いします。はい、最初に歌った曲は、オリジナルでニヒルという曲なんですが、まあ今歌った曲がなんか自分の中でなんか常に持っている気持ちっていうか、デフォルトの自分の気持ちだなっていう感じで、自己紹介、変な、どんな自己紹介だって感じですが、そんな感じで歌わせていただきました。で、まあ、一応ちゃんとした自己紹介をすると、私は普段曲を作って歌ってライブに出させていただいたり、あと時々お芝居もさせていただいたりしている21歳の、はい、人間です。よろしくお願いします。名古屋で活動しています。はい、そんな感じで次の曲に行きたいと思います。はい、じゃあ次歌う曲は水彩という曲なのですが、これもオリジナルで、私の中ではなんか夏っぽいイメージで作った曲で、なんか夏のすごいコントラストのはっきりした青空、雲、山みたい、海みたいな感じのよりかは、なんか明け方だったり夕暮れ時のなんかちょっと淡いイメージの曲で作りました。そんな曲です。聴いてください、水彩。
ありがとうございました。はい、水彩聞いていただきました、ありがとうございました。次で一応最後の曲になるんですが、そうですね、私もツイッターとかやってて、でやってるんですけど、多分私の名前がひらがなのなで漢字の花って書くんですけど、そうするとなんかそれでツイッター検索しても多分なんか綺麗な花とかなんかいろんな花見たみたいな、そういうのが引っかかって全然出てこないと思うんで、どうしたもんかなと思って、もし見つけたらなんかすごいご縁だと思うので、ぜひフォローとかしていただけたらと思うのでよろしくお願いします。でなんで活動情報とかも結構載っけてて、いいんですかね、なんか宣伝とか、宣伝告知みたいな、来週ですね、来週お芝居のことなんですけど、審査会にあるクラブロックンロールっていうライブハウスで演劇のイベントをやるっていう、そういう審査会トワイライトというイベントに出演することになって、一応台本を書き出演ということで今ちょっと頑張って準備しているので、よかったらぜひ夜ですね7時ぐらいからやります。8月8日水曜日です。はい、とあとは8月の25日ちょっと遠くなるんですが、対馬にある対馬グランツさんというライブスペースで、会場でやらせていただきますので、そちらももしよかったらということでよろしくお願いします。では最後の曲なんですが、最後の曲はカバーをしようかなと思ってまして、中島みゆきさんのファイトを歌いたいと思うんですが、なんでこの曲が歌いたいのかっていうと、まあ一番は自分を鼓舞したいからという理由ですね。なんかお芝居も歌もまあやりたくてすごいやってるんですけど、でもやっぱりなんか人からなかなか見つけてもらえなかったり、なんかやっぱり思うようにいかないっていうことがすごい多いんですけど、でも諦めるっていう頭にはならなくって、だからそういう同じようになんかすごいずっと頑張ってるけどなかなか報われないみたいな、そういう人がもしいたら、そういう気持ち思ってる人がいたら、私は自分自身を鼓舞したいし、そういう人たちも何か元気になってもらえるような歌を歌えたらなって思ってるんですけど、はい、それで、まあ、今日は名曲の力を借りて最後歌いたいと思います。ありがとうございました。今日はナバナでした。では聴いてください。ありがとうございます、はい、ではやります。聴いてください。ファイト。私中卒やからね、仕事をもらわれへんのやと書いた女の子の手紙の文字は尖りながら震えている。ガキのくせに途方をぶたれ、少年たちの目が年を取る悔しさを握りしめすぎた拳の中、爪が突き刺さる。私本当は目撃したんです、昨日電車
私、男だったらよかったわ。力ずくで男の思うままにならずに済んだかもしれないだけ。私、男に生まれればよかったわ。ありがとうございました。ナバンでした。